さあ、というわけで今日はですね、はい、まあ、パトンメンバー全員集合、はい、久しぶりに集合するということで、年末の、うん、で、実は、はい、まあ、我々、うん、男2人、こう見えてですね、こう見えてね、はい、こう見えて、実は料理する、はい、そうなんですよ、この見た目で実はできちゃうんです。実はできるんですね。本日はですね、居酒屋パトンということで、我々2人居酒屋をやってみようよとね、はい、はい、一大挑戦企画です。どうなんですかね、はい、でも、もうメニューまで作りました。すごいですね、まあ、反転してますけど、メニューも作りました。すごい、僕のメニューと、ね、シゲさんのメニューと2つこれやばい作りました。まあでもやっぱりですね、うん、そのこの昆布締め、昆布締めね、まあ、これはもうあの定番というか、そうそう、やっぱり絆のあれでもね、はい、出てたんで、はい、これぞ外せないから、ここはやっていこう。まああとは、まあ、ネーミングにちょっと難ありやね、いろいろ考えてみる。後で考えたなんでこのネーミング。逆に僕なんか創作居酒屋みたいなのすごい好きなんですよ。たまにあるじゃないですか、メニュー言うの恥ずかしいっていうようなメニュー。そう、まあ、海鮮が多いかな、うん、なんで、まあ、僕はちょっとお肉の方にしようっていうので、まあ、僕は、まあ、その肉の盛り合わせみたいなの出したりとか、うん、もうほんでこれ注文肉ばっかりだとないすんの。俺暇やったら飲み続けるよこれ。そうなんですだからね、言うても、うん、片側に偏られたらどうしようっていう、今週先週ぐらいからもうそうよ。とこれが悩んでて、どうしよう。まず1週間で名前とそのどんなん作るか。そう、自分の料理するところを、まあ、写すという撮影するっていうのは、言うてもその男なんで、まあ目分量というか、そう、そんなきっちり測らないですから。まあ、店員2人の居酒屋に10人の予約、うん、団体予約が来たっていう状態ですから。一番来たあかんやつな。しかも半分子供って。そう。あとだから怖いのは、これでこうちょっとこう、あ、これいいじゃんってなって、うんうんうん、2回目って言われちゃうと、あ、僕らもね。でも今回はその、なんていうか、リクエストは聞いてないんですよ。そうそうそう、ね。基本的には、うん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 。僕らはお互いに考えて、こういうのを作りたいっていうので考えてるんですけど、うんうん、もし第2回をやるんであれば、まあ、リクエストを聞いてもよかった。あ、そうね、こういうのを作ってほしい。ああ、ちょっとスケール大きいよね、今回。いや、相当でかいです。向こうは食べるだけですけど、はい、出てきたこと、勝手に座って勝手に言うたら出てくるっていう。めっちゃ楽な企画ですよ。あ、僕ら悪いことしたの。言うしてます。じゃないよね。というわけで、じゃあ仕込みいきましょう。はい。じゃあお願いします。じゃあ行きましょうか。はい。では、居酒屋パトオープンします。ポルタです。今何になったらいいから、はい、だし巻きちょハムさん、ハムリだ、ありがとうございます。なるほどね。はい、よろしくお願いします。
この前見てたすごっすごっこの間撮ってもらったそのなんかアクロも言ってたじゃんじゃん見せてるパブジメこれはあのな合わせましょう答え合わせましょうで出てきた、はい、そうそうそう大人の皆さんはカムサハムリーでいかがですか？あ、じゃあ美味しいです。はい、お待たせ。がうまいよ、ね、イタリア風。じゃん、ジェノバサラダ。あ、これタコ。これはプレッセ食べたけど。とりあえず5匹くらいいっちゃおうかな。わかんないんで。はい、天ぷらお待たせ。塩がいいかな。塩で。2000でいける。レンコンとエビ天ぷらこれできましたし、あったあったあったエビとレンコンスマスタクトのカマーとレンコンエビおいしい。おいしい。じゃあみんな頑張っていっぱい注文してな。はい、頑張る。実は全然そう満足みたいなのなかったっていうな。開けるなら。余るんだけど。そうだね。次々言ってから落ち着くまで待ったよな。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。美味しかったね。全部美味しかった。疲れました。はい、疲れました。また第2回あるのかいいのか。どうでしょうね。まあ、リクエストがあるならば。次はだから、ヤングがこっち側で。いやいや、食べたい食べたい。食べたい。いいですよ。全然食べますよ。なんかドレッシーな服を着てもらって。スナックパターンも。スナックパソン。いや、まあまあスナックって結構こう密着するね。あ、あんまり良くないから。密着してほしい。ありがとうございました。ありがとうございました。